アルベルト・モッスセは、ドイツの法律家、親とい外国人として、日本に招かれた一人、ポーゼン大公国のグレーツにおいて、ユダヤ系ドイツ人の家庭に生まれる。ベルリン大学終了後、ベルリン裁判所判事となった後、ドイツ在日本大使館顧問に就任。伊藤博文ら日本から調査に訪れた代表たちに1882年から1883年に、 かけて、死のルドルフ・フォングナイストと共に抗議を行った。1886年に訪日。モッセ以前にヘルマン・レイスラーが、すでに招聘されていたが、モッセの憲法制定や地方制度の創設への、貢献の方がより実質的な影響を与え、それゆえ、明治憲法の父と言われる。伊藤美代子は、モッセの抗議を、爆説し抗議筆記として発表した。 モッセは日本を気に入り、改装期に、素晴らしい日本を忘れることはないと記している。1890年の帰国後は、ケイニヒソベルク高等裁判所判事、ベルリン大学法学部教授などを歴任した。弟子に、ビルヘルム・ゾルフがおり、バイマル共和制時代に、中日大使を務めた。ありがとうございます。